아, 예, 안녕하세요, 녹이입니다. 로스트 저지먼트 계속 재판장에서요, 영상 이어가도록 하겠습니다. 내용은 안 나오나요? 今日は判決聞かされるだけだ。だから沙織君一人でいいんだけどよ。星野君が僕も行きますって聞かねえもんだから。沙織さんの役に立ちたいっていうか、少しでもいいとこ見せたいんでしょうね。でも沙織君にフォローのいる場面なんてまずねえだろう。現実は厳しいな。ところで、現役警官の弁護って、なんでここで受けることになったんです？おお。最初はよその弁護士が担当するはずだったんだ。カムロ署の御用達って先生がな。まあその時素直に罪を認めてりゃ依願退職と示談で不起訴になったかもしれん。不起訴？無罪ってことですか？まあ釈放はされちゃうね。今の話だと警察の首とセットみたいだけど。ああ、ところがだ、その警官は無実を主張するって聞かなかったんだよ。証拠揃ってんのにな。結果、カムロ署御用達の先生は匙を投げ、まあ、その時たまたま当番弁護士だった沙織君へとお鉢が回ってきたんだ。そういうことでしたか。興味あるのか？少し待ってりゃ二人とも帰ってくると思うぞ。いえ、俺はまだ仕事がありますから、そろそろ。また新しい依頼が来앞으로 たら来るのを待사건에 ちます。영향을 미치는 相手내용인가? 様子見ましょうか。少しのんびりしちゃどうだい。仕事が趣味を兼ねてるんです。好きでやってることですよ。まったく聞きゃしねえな。じゃあ恵子さんのことお願いします。外に海藤さん待たせてるもんで。R3를 언제든지 사진을 찍을 수 있어요. 치즈. 웃어요. 안 웃네. 아저씨도 웃어요. 자, 한바탕으로 가야죠. 맵은 일단 지금 열린 곳으로만 보면, 기존에 저지아이스에 열린 곳과 비슷해요. 이건 뭐지? 이거 전에도 여기 이벤트 있었던 장소인데, 그러니까 기억이 새록새록 나네요. 뭘까, 이거? 연두색으로 된 거? 이벤트 중이라 못하는 건가? 연두색으로 대화창이 있어서요? 예, 이거 나중에 밝혀지게 되겠죠? 일단 이야기 전개하도록 하겠습니다. 고고! 이거. 요샤! 서코나쿠잖아. ここだな。お前が恵子ちゃん連れ込んだぼったくり店は。あ、전에도 그랬던 기억인데? 전에도 여기에서 바가지씨였던 勝手なこと言ってんだ。게 아니야? 店長とご対面するまで付き合ってもらうぜ。冗談じゃねえ。店長に会ったら俺その場で殺されるって。俺だけじゃねえ、あんたらもだぞ。알던 애들이 そんなに怖いの、기억인데. その店長。そうだよ、手下もいっぱいいる。どのみち女を食いもんにするクズだ。 きっちり懲らしめてやろうじゃねえか。이거 杉浦からだ。ああ、なんだよ、こ
このタイミングでか。すっごくなったく。いや、久しぶりだな。そうだね。話すのは半年ぶりくらい。元気だった？ああ。あのね。あ、チャンピオンで会ったねーよ。だけどさ、ヤガミさん。実は僕、この間から、つくもくんと新しく探偵事務所を立ち上げたんだよね。おー、探偵。おい、ちょっと待った。なんだっけ？探偵になったってことか、お前が。そう。横浜でね。一応、ヤガミさんに遠慮して、カムロ町は避けたわけ。な、話がいろいろ急だし。それに、つくもくんと…チョコモ？チョコモがどこじゃ？あ、イエーハッカーの技術なんて探偵にうってつけじゃん。あ、그렇네요。あ、전작에나왔던애들이나오네요。なんか波長が合うんだよね。おい、早くしろよ、タボ。で、今度ちょっと手間のかかる依頼が来ててさ、先輩方にぜひ手伝ってもらえないかなと思って。どう？悪い。その話急ぐか。俺らこれから勝ち込みなんだ。勝ち込み？何それ。終わったら後で話すよ。え、何なの、教えてよ。お待たせ。じゃあいいな、行くぞタボ。전작에나왔던애들이뭐크게는아니어도연관이다있는것같아요。이가게도알던애들이있을텐데내기억에는주인이바뀌지않은이상。コウスケ、どういうことかまず説明しろや。店長。얘가점장이야。あの、원래있던애가아니네。ぼったくりに脅され困ってると、そういう相談があってね。てめえ、その声、さっき電話で話したやろうか。は、印象들었네。八神探偵事務所だ。ん？探偵で八神って、お前あれか。昔松金の組長が面倒を見てたっていう。ほら見ろな、カムロ町でうちの名前知らねえなんざモグリよ。はあ、ちなみに俺はその松金組にいたカイトってんだ。お前も話には聞いてる、有名だよな。まあそうかな。松金のカイトといえ、멍청하게로。の弱さで知られてる。笠寺に組の金取られて破門されたって話。みんな知ってるぜ。カス野郎、何にも知らねえくせに。あれはな。まあまあ、ほっときなって。クソが。どどろペジョムでじも。今日は恵子さんの金を返してもらいに来たんだ。そこにうちの手間賃も乗っけてもらうよ。こっちも仕事だからさ。所長이바뀌었네요。そうかよ、やってみな。こっちは組抜けてからの方が場数踏んでるくらいだぜ。わざわざ極道なんて窮屈な看板しょってバカだったよ。この店の自慢はな、防音に金がかかってるとこだ。つまりここで何が起きようが誰にも分かりゃしねえ。最高だろ。いいね。じゃあこっちも好きなだけ暴れられるじゃん。ああ、いいこと聞いたな。じゃあ追っ始めると。あれ？あ、ちょっと待った。ヤガミ氏、お久しぶりですな。先ほど杉浦さんと電話したところ。ちゃんと上じゃないって。つくも。今はちょっとタイミングが。やっぱり忙しかったんですね。杉浦氏から矢上氏に気を悪くされたのですか？僕はもう心配で心配で。ここは一つ改めてお詫びを申し上げさせていただきたいと。いや、そんなのいいって。そうはいきません。今や杉浦のミスは僕のミス。それが社会人の礼儀。分かった。じゃあ後で聞くから。後でというと、こちらからかけ直したときでしょう。およそ何分後にかければよいか。あ、こまんね。どこまで話したっけ？ふざけやがって。そりゃねえだろうタボ。てめえらぶっ
殺してやる。조장이야강아지점자스킬랩으로더강해질수있다어디오자포인트가얼마없어서요체력증가공격야이런거는전작하고똑같네요이번에더낮은건없는것같아요죽었어이보통이런소파는맞으면죽는거아니냐같이태그연계기도되네요너무쉬운데 적도안돼요적한입거리도안돼돈다받았네카미산카이토산本当にお世話になりましたありがとうございましたいやーよかったねこれまで払わされた分ずっとるけペーソそうなんです本当になんてお礼を言ったらいいかいいってことよついでに俺らの手間賃もきっちり吐き出させてやったしなそうでしたねはいや冗談ですって冗談でぼったくりの連中は結局どうなった連中は町を出ていくみたいっすね店を潰されちゃさすがにもう食っていけないでしょうからコウスケの野郎も大学にチクっといたから晴れてコースアウトってわけで一件落着ですでも怖いですね亀尾町いい勉強になりましたそっかええこれからリアルで会うときは自分で店を選ぶことにしますねもちろんマッチングアプリも別のにしますそこが反省ポイントかよケイコちゃんなそもそもネットで出会うのがどうなんだって話じゃねえのかいなんでですかネットで知り合って幸せな人たちもいっぱいいますよそういうこと今時は当たり前なんだってああそんなこと言ってっと事態に置いてかれるぞへいへいせいぜい気をつけますへへへ判決解決そういえば沙織さんたちまだ戻ってこないんですねそうだなもうとっくに裁判終わってるだろうに二人でどっかしけ込んだか甘いなまだどうにもなってねえよあの二人は近くで見てりゃわかるそれも年の子ですかいおいやあのうち行くんで俺はお前らよりよっぽどバカず踏んでんだ松金のおやすさんと一緒にああそうだったな松金はヤクザ俺は弁護士裏と表って別の世界の人間だったがこの神室町で精一杯生き抜いてきたいわば戦友だお前らもたまには墓参りに行ってやれ눈썹같은것도정말잘그려놓은것같네じゃあ俺らももう行きますそうかお邪魔しました沙織さんたちとはまた今度ジェネスル왜안왔지ご起立ください。あの、게되는이유가여기에서나오겠네요
では判決を言い渡します。主文、被告人江原明宏を懲役6月に処す。まさか実刑判決なんて初犯なのに執行猶予もなしですか？ええ、本人があの態度ですもんね。ただ否認するだけで大した主張もないんだから。これから判決の理由を述べますので被告人は座ってください。立ったままで聞きますか？裁判長、3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきた。ピミリ言った。もう身元は分かりましたか？はあ、何を急に。何の話ですか？分かりませんまだでしょうね。ではどうか神奈川県警に知らせてあげてください。その死体の主は三越芝博と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった万死に値する人間です。それが何の罪にも問われずずっと呑々としていたんですから、法なんてものは全くの役立たずだ。静粛に。被告人は勝手な発言をしないように。법정모욕죄까지되겠다。これはどういうことですか？これはその、あの、いやー、今日は久々に仕事したな俺ら。ひとまず事務所に戻るか。ああ、そうしたら杉浦たちにも電話だ。なんか仕事があるみたいなこと言ってたし。へえ、杉浦が横浜でつくもと探偵事務所立ち上げたんだってさ。ああ、なんだそりゃ。マジかよ。だよ、あのクソゲークリアできるかっての。無理ゲーすぎだよな。クソ、マジで腹立つぜ。誰でもいいから殴りてえ気分だ。うさばらしに適当なやつ見つけてやっちまう。それもそうだな。배틀 리워드. 예. 출발するか. 예, 뭐 저장할 수 있죠? 강한가? 일로 와봐, 내 이놈. ハジャビじゃな、いいじゃん。しばらく寝とけって。やがみ、탐정사무소로돌아가라。ったくいい加減にしろよ。
오예 1000원. 저 이거 뭐지? 대화 이 말풍선은 뭘까요? 어잉? 뭘까? 클럽 세가 그냥 들어가면 볼까요? 뭐 뽑기 모터레이싱 게임 아 이거 스페이스 헤리언가 이거? 예 아니네 이거 하이퍼 행운 모터레이드 슈퍼 행운 스페이스테리오 여기 있네요. 에, 했던 기억은 있었어요. 에, 다트 던지기 에, 전에 있었던 건 그대로 있네요. 에. 그게 없어진 것 같다. 그 좀비 나오던 게임이 여기 없나? 있어 원래는 있었는데. 뭐 게임 같은 거는 나중에 시간 내서 하면 되니까요. 아, 일단은 아 또 새놈이 날 또 때려달라고 하세. 자전거 반짝이. 따그 시간 끝졌다. 아우 템도 주네 고마워. 아 너무 자주 나오는 거 아니야 양아치들? 어. 엘리베이터인가? 아, 여기에서 예전에 전장에서는 데이트 많이 했었는데 이번에도 여기에서 데이트를 하려나? 아 또야? 아 진짜 너만 거 아니야? 오 빠세. 다 그 이 가게니 싫어요. 출발するか. 전장에서 낯익었던 가게들이 보이니까 반갑네요. 아 지도에 가까이 가면 목적지에 가까이 가면 띠링 소리가 나네요. 네 전작에서도 있었던 탐정사무소입니다. 조총은 오래돼. 조슈는 모토 야쿠자의 카이토さんが 1人. 不景気に何年も続けて立派と言いたいとこだけど 主にはさっきの源田先生からの仕事で食いつないでるって感じだ. 이외에 하이테크도 구시스. 하하하하. 하지만 우리의 기본은 대체 몸을 張って 때마니 頭も 使う 스타일이다. 예, 전작에서도 드론 많이 썼었죠. 예, 모은 것들 여기서 틀었었는데
지금은 전에 모았던 아이템들이 하나도 없네요. 먼저 입복을 시용야. 야, 마다다. 게임기? 뭐야, 마스터 시스템? 예전에 오락실에서 봤던 것 같은데? 탈 필요 없던데. 뭐야, 아, 그거 밟으면 안 되는 거였나 보네? 오호. 오, 나와. 다양한 세가 게임이 수록되어 있나봐요. 야, 저걸로 뭐 트로피 있으면 안되는데. 아즈마 이쁘고 시오야. 승규우라한테 전화. 마사카 아이츠가 동료자니나른. 用事は済んだの。さっきは悪かったよ。今は大丈夫。なんか仕事があるとか言ってた。そうそう。八神さん、横浜はいいよ。結構探偵の出番が多くてさ。しかも今回の案件はね、うまくするとこれから似たような仕事がバンバン入ってきそうなの。うん？なんかやばい話じゃないだろうな。八神さんにそんな話しないって。あれ、もしかして僕信用ない？そんなことないけど。ならよかった。じゃあ仕事の内容は会ってからのお楽しみね。分かった。仕事はいつから？明日こっちまで来てくれたらすぐにでも。うちの事務所は偉人町に横浜99課って看板出してる。でも八神さん予定空いてる？予定ね。ちょっと調べてみる。予定も何もねえだろう。今日のだって久々の依頼だったんだからよ。そんな風に言ったら安く見られるでしょ。なるほど。駆け出しに仕事恵まれたとあっちゃカッコつかねえか。お待たせ。なんとかやりくりできたよ。お忙しいところすみませんね。じゃあ明日。
カイトさんも来るでしょ。ああ。楽しみにしてるよ。よろしく。何の仕事かは行ってからのお楽しみだってさ。あの野郎、もったいぶりやがって。横浜か。俺あんまり行ったことないんだよ。セロンステージ横浜。ま、最近のカムロ町は案外平和だし、たまには見聞を広めよっか。なんでどうしてこのことを、オープニング。아멋있네요이게그영화오프닝영상보는것같아요전작에나왔던애들이나와요완전무시할순없겠는데요전작에나왔던리걸서스펜스액션이죠법률적인이야기가나와요뭐그 비중이크진않은데다른여타게임에비해서는지금까지는게임의그여러가지를알아볼수있는프롤로그형태의스테이지였고요잠깐이세자키이진초여기는또여기는또용과같이세븐에나왔던 스테이지아니야うまいもんでも食えると思ったのによそっちもこれから好きなだけいけるって多分スクモンとこまで少し距離あるぞタクシーで行くかそれもいいけどちょっと歩いてみよっか初めての街だし悪くねえ考えだな예맞아여기아닌가아니야여기공원거리있고얼추예용과같이세븐에나왔던예한대피우기담배가없네치지마치지마안돼아
ばらく寝とけっての。맞아여기서용과같이세븐에서여기서퀘스트하고그랬던거생각나요아이두개의도시가이렇게합쳐진다는거죠 재밌네좀많이그때제가용과같이세븐에서했던거랑은좀다른부분도있긴한데얼추느낌이나네요요조금만더봐봐아래見てみろ何だ勝手に何撮影してんだやめなさいなんだよ別にいいじゃん撮影禁止とかどこにも書いてねえしとにかくよせだからなんだよ理由は俺らの自由っしょあおい倒したろお前が今倒したよないや風だって風で倒れたんだよなあうん風今ビューって吹いたよだから取るなって最近のガキはやり口が可愛げねえ同感観光気分も台無しだじゃあ考えてることは一緒か確かめてみる애들때려놓을필요는없잖아また言いがかりっすかあんたおかしいっておっさんお前らな出ましたねお前お前らそっちこそ何様なんすかえ店の前でたむろされちゃ邪魔だってそう言っただけだろ他のお客さんに迷惑だから今の編集でカットへえそのスマホ新しいやつちょっといいなんだよカメラ綺麗に撮れるんだね親に買ってもらったキャット今あいつ榊をそんなわけないじゃんそれよりちょっと汚れてない貸してみる返せよスマホスマホね返して欲しかったらまず倒した看板直そうかてめえマジなめやがって뒤집어맞아라아애들때리는건뭐하지않아죠 아죽여줄게그냥류류스타일바다흘리기아막때릴순없죠애들이니까아아론아무장해제에해는거야기절네공격가드때려때려야지그냥막고있으면되나요이러고있으면되네요참타이밍을맞추면흘려버릴수있어요
있네요. 공격적인 양아치들 되져버려. 500원이나 주네. 훌륭. 야,お前さっきの技は何だよ? 고っそり腕磨いてやがってね. 아이키도. 유튜브에서 배웠어? そんないいもんじゃないよ。ただの我流。 けど ガキ相手にはちょうどいいだろ。これあいつらの落としもんです。好きに処分しちゃっていいと思いますよ。ありがとうございました。本当に助かりました。さっきのは清涼って高校の学生たちですよ。一応進学校なんだけど程度が低いっていうか子供なんです。世の中舐めてますって顔してたな。 カムロ町であんな真似してたらすぐに締められるね。この辺も少し裏に入れば怖いのがいますよ。ヤクザとかハンピンリューマンってギャングとか。ハンピンリューマン、ああ、ええ、奴らの前ではやんちゃなんかしません。相手を選んで生きがってるわけですか。ええ、自分たちより弱そうな相手にね。じゃあこれで少しは薬になったか。どうでしょう。でも私は嬉しかったですよ。 他に誰も助けてくれなかったけど、あなた方は違った。この辺の人じゃないんですか。まあな。こっちでちょいと一仕事する予定だ。横浜99かって探偵事務所、あんた知ってるか。いや、すみません、聞いたことないですね。いいんです。じゃ、俺らはそろそろ。そうですか。あ、よかったらこれ。まあ、もう出品は없는데。ほんの気持ちです。고마워이。 어? 뭐 장비하는 것도 있어? 아, 장비 포미널 장비 하는 게 있나 봐요. 아이템에서 막 공격력이 막 오르고 그런 건 아니고요. 예. 저긴가 보네. 안 돼. 으아. 얘가 입군가? 横浜99か。 어, 이래서 좋은 거 아니야? 하, 더 좋네. 야. 오, 야, 도모 고부사타데시타. 야나미시. 오랜만이네. 얘는 머리예요, 머리. 얘는 몸을 쓰고. 연락도 요구사네데. 이츠노마니 콘나 지무쇼. 샤락세. 사스가 모토 도로보. 마요리 우데 아게타. 도로보じゃなくて 窃盗団ね. 同じだろ。やだな。僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける。義賊的なやつだよ。まあ、それもずっと前に足洗ったわけだけど。
いい事務所だな。少しうちに似てる？そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから、憧れの先輩ですよ。ささ、どうぞお書きになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだ？ブリーフィングって？状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。まあ、ありょうりょう。議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。おりょうまるそこがめんせえ。というわけで、八神氏たちにご助力賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。どうでしょう。なんか神室長じゃまず来ない案件。横浜ならではってことか。わかった。じゃあもうあれしかねえ。中華街を仕切ってる連中の島争いだ。だろ。ああ、そういやこの辺ハンピン・ニューマンってギャングがいるんだって。そう、이전과같이세븐나고이야기가이어지는부분이있네요。あのところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのはいじめについての調査報告です。いじめか。うちの子がいじめられたようだから加害者を特定してほしいといったものです。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし。子供っていくつ？一番多いのは中学。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えすると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。それでいじめが起きやすく。思春期ってやつか。ただ今のは男子限定の話なんだろう。ええ、いじめには他にオキシトシンというの。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を使う。例えば母親が子供。うん、それだけ聞くと全。そうですね、太古の昔、特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したのです。そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず厳しい自然。しかしやがてこの仲間への思いが、今度は群れの足を引っ張る存在を、例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけ。彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは。確かにな。だから裏切り者には仲間。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私。じゃあいじめはその時の名残ってこと。本能に組み込まれてる。全部ホルモン。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にあり、空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめません。歴史上もそうやって色世界中で。だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体。ではついでながら、人は裏切り者を見つけると、なぜならそうした性、つまり正義をなすとき、人は食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。ならその正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなんで。俺らに稽古。依頼人はとある私立校の理事長です。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただし、先取り味は波風を立てないように。その学校の規模は1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは足りません。ひちゃんはその依頼人と外で会うことになってんだ。で、その時は2人にも段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。それまでは5時。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから、教員楼って店に現地集合でお願い。わかった。お気遣いどうも。바로 됐어?
슬슬 또 놀다가 가려고 그랬는데. 아, 좀 놀 시간이 있나 보네요. 요코하마의 거점으로 쓰나 봅니다. 체력 회복하고 시간대 변경. 인테리어. 게임센터 맞아. 아, 나 맞짝 진짜 못하는데. 아, 동일하네요. 시스템 자체는 저자이제 시스템하고 동일한 부분이 많아요. 깡패 새끼들 뒤져라. 근데 전투할 때 형을 어떻게 바꾸지? 한번 더 싸워봐야겠는데? 일단은 잠깐만요. 이라시아이마세. ありがとうございました。いらっしゃいませ。いただきます。これはごちそうさま。ありがとうございました。 버프. 미우 미우. 지도 말고 아 변경은 아래로 아래로 하면 된대요. 뭐 하나씩 알아가는 거죠, 뭐. 다시 한번 형태를 좀 바꿔볼게요. 에이, 깡패 새끼들아.
思うが一緒に張るやじゃん。しばらく寝とけってん。行くぞ。ベテルリボード。あぼ。まあ、또위에또있어응깡패골목이야時間食っちゃったよ。出発するか。이건물이용과같이세븐에서공부하던건아이건물인가아공부하던건물이었는데뱅크은행으로바뀌었네요아아쉽네아이건물인가그래학원은행은뭐그전에있는지기억은안나는데학원에서열심히공부했었죠아아추억돋네야용과같이세븐을하신분들도뭐추억을되돌아볼수있는기회가되는것같습니다꺼져라いい加減にしろよ。お、行くか。もう가는길을이렇게깡패새끼들이기만하네しばらく寝とけっての。行くぞ、アボ。아예차이나타운까지왔는데요이제여기저희책가면이벤트가발생할것같으니까오늘영상은여기까지하도록하겠습니다이제챕터1들어왔고요요코하마로무대를옮겨서진행하고있습니다예그럼다음우리김우라타쿠야아저씨의맹활약을보도록하죠예그럼다음에만나요안녕